エアーベッドの空気漏れに注意が必要です。空気を入れるとベッドになるエアーベッドは手軽さから近年人気が高まっています。その一方で空気が漏れた状態で使用するとベッドそのものが傾いて転落する危険があります。全国の消費生活センターには空気の抜けたベッドに挟まれ身動きができなくなった、夜中に急に空気が漏れて転落し家具にぶつかり怪我をしたなどの相談がこの5年余りで442件寄せられています。国民生活センターでは空気が抜けた状態で使用しないよう注意を呼びかけています。